最も安全な避難所、天の母という主題で皆さんと一緒に神様の御言葉を調べてみます昔、子供たちが遊んでいて危険を感じるとよくお母さんのスカートの中に隠れました以前はみなハンボクを着ていたのでひよこも遊んでいて危険を感じるとめんどりの羽の下に隠れます また赤ちゃんカンガルーはお母さんのお腹の袋の中に入ります赤ちゃんコアラはお母さんの背中に磁石のようにくっついて移動しますなぜでしょうか皆さんこのようなことを考えてみられたことありますかお父さんもいるのになぜお母さんの背中にくっつくのでしょうお父さんよりはお母さんの方が弱くありませんか それでもお母さんの背中にくっついて移動するそんな動物たちや神様が作っておかれた大自然を見てみるとこの自然の万物には神様の御心が投影されているという御言葉が理解できます子供たちは遊んでいても危険を感じると必ずお母さんを呼びます「お母さん」と叫ぶとお母さんはスーパーウーマンのように「 どこにいてもその声を聞きつけ矢のように飛んできて子供を危険から守ってくれます子供たちはほとんどがこのようにします危険や危機に遭遇するとお母さんを呼びお母さんのそばにいたがりお母さんに守ってもらおうとしますひよこも遊んでいて 何か危険な動物が近づいてくると必ずお母さん鳥のところに走っていって羽の下に隠れます自分より大きな犬や動物が襲ってくるとしてもお母さん鳥は激しく対抗しますうちの子に手を触れたら絶対に許さないとお母さん鳥の勢いに どんななな動物も近づけなくなるこんな内容を通して霊的な部分を理解することができますなぜお母さんが最も安全な避難所なのか今日はこの問題について聖書を通して調べてみましょう聖書には「この時代は危機の時代」だと書かれています私たちの周りで起こっているさまざまな状況を見ても 国と国の間で戦争が勃発し気象災害が頻繁に発生して私たちが生きられる地球の環境条件がつまり安全な場所がどんどん減少していることがわかりますこのような時神様は私たちにどこに避難しなさいと言われましたかシオンですではなぜシオンに避難しなさいと言われたのでしょうか シオンにどなたがおられるためですかシオンが最も安全な場所である理由の一つはシオンに天の母がおられるためですこれを理解するためにまずはダニエル書二章一節の御言葉を見てみましょうダニエル書二章一節の御言葉を見ますとネブカドネツアル王が即位して2年目のことであった王は何度か夢を見て不安になり 眠れなくなくったとありますとても重要な夢を見たのにネブカドネ熱ある王はすっかり忘れてしまったのでどんな夢だったたたのか知りいいと思いました当時は国に何か問題が発生した時王が意見を聞く諮問委員のような役割をした占い師祈祷師まじない師たちがいました。 彼らに聞けば教えてくれるだろうと思って王が聞いてみたのですが11節を見るとこのように答えました「王様のお求めになることは難しく難しく」という部分が英訳聖書では「非常に難しいことです」となっています。これに応じることのできるのは人間と住まいをともになさらぬ神々だけでございましょう。 つまり王様がどんな夢を見たのかどうしてわかるでしょうかとても難しいことなので神々以外には王様にこのようなことを説明できるものはございませんと喧嘩に断ったのです12節の御言葉を見ますと王は激しく怒り憤慨しバビロンの死者を皆殺しにするよう命令したとあります 私が昨日見た夢すらもわからない者たちがまだ起こっていない未来のことまでわかると言いながら今まで喫強を占ってきたのかこうして王は激しく怒りますそれで彼らを皆殺しにするよう命じました13節です死者を処刑する定めが出されたので人々はダニエルとその同僚をも殺そうとして探した ダニエルとその友達も神様に仕えていたので王は彼らも殺すように命じましたダニエルは王の好感ある欲に「しばらくの時をいただけますならその夢を申し上げます」と言いましたそして祈りを捧げた後ダニエルは神様から「 王の見た夢の内容を教えていただきます。二章二十七節に移ってみましょう。ダニエル書二章二十七節です。ダニエルは王に答えた。王様がお求めになっている秘密の説明は、使者、祈祷師、占い師、星占い師にはできません。 だが秘密を明かかすすどなたですか天の神がおられと言いましたこれを教えることができる方は神様だけだということですそれでは今この時代に最も安全な避難所はどこなのでしょうか世の人々は安全な避難所を得ようと今まで蓄えてきた財産や人脈権力まで動員し 自分たちが危機に瀕したときには、最も安全な避難所に逃げようと、自分たちなりに計画を立てていますそれで、ある人は地下にある人はロケットに乗って他の惑星にある人は海の中に逃げようとして、 さまざまな研究をしていますが神様は何とおっしゃいましたかどこにいるとしても彼らは皆裁きを受けるしかない立場だと言われましたところでダニエルはここで誰も知らないこの秘密を明かすことのできる方は神様以外にはおられないと言っています これについて神様が必ず私たちに教えてくださるはずだから数日間の時間をくださいと言った後ダニエル書二章に出てくる巨大な象の夢について王に説明しました王がその説明を聞きながらそうだそんな夢だったと思い出しますさらに夢の解釈もどうしましたか正確にしました 王様あなたがその金の頭ですあなたの後に他の国が起こりますがこれはあなたにおとるものその次に起こる第三の国は正道で全地を支配します第四の国は鉄のように強いしかし足の指が10本であるように10国に分裂しますこのようにバビロンの国の後に起こる出来事について正確に説明しましたネブカドネツアル王は当時最高権力者でした 最高権力者が捕虜だったダニエルにひれ伏しましたそしてダニエルが望むものは何でも与えなさいと多くの貴重な宝物も惜しまず褒美として与えたことが聖書を見るとわかりますここでダニエルはこれらすべての秘密を解釈してくださるお方はどなたしかいないと言いましたか。神様しかおられない ネブカドネツアル王の夢をダニエルが自分の力で知ったのですか神様が教えてくださり神様がくださった知恵で夢について説明できたのではありませんか同様にこの終わりの時代私たちにとって最も安全な避難所はどこなのかこれも神様だけが教えてくださいます世の人々は分かりません同じ聖書を見ても理解できず悟ることもできません しかしこの全てのことをどなたが私たちに教えてくださいましたか神様が教えてくださったのでわかるようになったのではありませんかマタイによる福音書13章10節を見ます弟子たちはイエスに近寄って「なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか」と言った11節ですイエスはお答えになった。 あなた方には天の国の秘密を悟ることがどうなっていますか許されているがダニエルのように神様がすべて教えてくださいますダニエルにネブカドネツアル王がどんな夢を見たのかどんな意味があるのかその解釈まで教えてくださいましたあなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているがあの人たちにはどうなっているのですか許されていないからである。 最も安全な避難所はどこなのか多くの人がその答えを見つけようと努力していますがその答えもどなただけが私たちに教えることができますか神様だけがおできになります神様がダニエルにその夢と解釈を教えられネブカドネツアル王の疑問を解いてくださったように 今この時代にも神様だけが最も安全な避難所がどこなのか子供たちに教えてくださるのです。あなた方には教えるが他の人には教えないということです。あなた方には悟ることが許されているがあの人たちには許されていないからである。十二節です。持っている人はさらに与えられて豊かになるが持っていない人は。 持っているるもものまでも取り上げられるだから彼らには例えを用いて話すのだ見てもどうですか見ず聞いても聞かず理解できないからである彼らは見えない目を持ち聞こえない耳を持ち理解できない心を持っていると言われました。 神様だけが私たちにこの全てのことを教えて理解させてくださるのではありませんかダニエルが賢くて知恵があり学問に優れた高尚な人だったので夢を解釈できたわけではありませんねダニエルは夢の解釈をする前に神様に友達と一緒に熱心に祈りを捧げました私たちには分かりませんお父様 ここのすべてのてててとについい。教えてください私たちの力では分かりえないことなのですダニエルシャドラクメシャクアベドネゴこの4人が集まって熱心に切に願い求めた結果ネブカドネツアル王がどんな夢を見たのかその夢がどんな意味であるのか教えてくださり偶像を崇拝する違法の国バビロンで神様の栄光を大いに表すという。 大きな見業が起こったのではありませんかいくら神学の博士号を持っている人でも長い間牧師をした人でも聖書は決して自然に理解できるようにはなりません。どなたが教えてくださるべきですかですからヨハネによる福音書6章45節にも神様から教えられていない者たちは私のもとに来ることができない。私のもとに来る道は 天国の秘密で作られているので神様が教えてくださらなければ決して私に会うことはできない父から聞いて学んだものは皆私のもとに来るこう言われたので私たちは考えてみるべきですこの時代最も安全な避難所はどこなのかノアの箱舟のようなところはどこなのか私たちはその場所をシオンと呼びますが シオンという場所自体が私たちの安全を図ってくれるわけではありません。シオンに私たちの魂を安全に守ってくださり、導いてくださるどなたがですか。父なる神様と母なる神様がおられるからではありませんか。それで神様はシオンに向かって旗を上げよ。避難せよ。足を止めるなと。私は北から災いを、大いなる破壊をもたらすと言われました。このような危機ににあった時には シオンにおられるどなたをですか「天の母を探し求めなさい」というのが神様が隠しておかれたメッセージではありませんかこのような内容を通して今日は最も安全な避難所は天の母であるという真理の御言葉をもう少し調べてみることにします。ゼカリア書14章を開いてみましょう。 神様は近い将来どんな災いが地球を襲うことになるのか教えてくださっています。14章12節です諸国の民がエルサレムに兵を進めてくれば疫病で主はその全てのものを討たれる。肉は足で立っているうちに腐り目は眼下の中で腐り舌も口の中で腐る。その日主の大いなる混乱が彼らに臨む。 彼らは互いに掴み合い手を振り上げるユダもエルサレムで戦いに参加する周りのあらゆる国の富は集められる金銀衣服も非常に多く彼らの陣営にいる馬ラバラクダロバなどあらゆる家畜にも同じ疫病が襲う目は眼下の中で腐り 舌も口の中で腐るそんな災いがすべてのものを襲うと言われ人間だけでなく動物に襲いかかる災いについても教えてくださっています「ゼファニア書一章」を開いてみましょう「ゼファニア書一章」2節の見言葉を見ます「私は地の表からすべてのものを一掃する」 と主は言われる私は人も獣も取り去り空の鳥も海の魚も取り去る神に逆らう者をつまずかせ人を地の表から立つと主は言われる14節に移ってみましょう「ゼファニア書1章14節です主の大いなる日は近づいている極めて速やかに近づいている聞け主の日に上がる声を」 その日には勇士も苦しみの叫びをあげるその日は憤りの日苦しみと悩みの日後輩と滅亡の日闇と暗黒の日雲とノームの日である城壁に囲まれた町城壁の角の高い塔に向かい角笛が鳴り時の声が上がる日である私は人々を苦しみに合わせ目が見えないもののように歩かせる彼らが主に対して罪を犯したからだ 彼らの血は塵のように腹綿は糞のようにまき散らされる金も銀も彼らを救い出すことはできない主の憤りの日に地上はくまなくつまり地球は世界はすべて主の熱情の日に焼き尽くされる主は恐るべき破滅を地上に住むすべてのものに望ませられると言われました神様の最後の裁きについて述べておられます マラキ書三章も開いてみましょう。三章十九節の御言葉を見ますと「見よその日が来る」「炉のように燃える日が」「高慢なものを悪を行うものは全て藁のようになる」「到来するその日は」と万軍の主は言われる。 彼ららを燃え上がらせ根も枝も枝残さないしかし我が名を恐れ敬う,うあなたたちには義の太陽が昇るその翼には癒す力があるあなたたちは牛舎の格子のように踊り出て飛び回るここでは「その日が来る炉のように燃える日が」と言われゼハニア書一章では人も獣も一掃する。 ゼカリア書14章では目は眼下の中で腐り舌も口の中で腐るあらゆる家畜にも同じ疫病つまり災いが襲うと言われました最後の日の裁きが下されたら口の中で舌が腐り眼下の中で目が腐る災いが起こりゼファニア書1章にあるように人も獣も 海の王も一掃する災いも起こるということです。それではこのような状況の中で最も安全な場所はどこなのか探すべきではありませんかノアの時代箱舟が安全な救いの避難所であったように今の時代に私たちが探すべき場所はシオンですね。ところでシオンがなぜ安全な場所なのかそこにどなたがおられるからですか 詩幣132編を見ると神様がシオンを選ばれご自分の住まいとして定めると言われましたねですが神様の住まいだから安全なのではなくそこにどなたがおられるから安全なのですか父なる神様と母なる神様がおられるからですそれで天の父と母が子である私たちにどうしなさいと言われましたかこのような危機と観難災いを感じた時には 足を止めず、どこに避難しなさいと言われましたか。エレミヤ書4章を開いてみましょう。4章5節の御言葉を見ます。ユダに知らせよう、エルサレムに告げて言え。国中に角笛を吹き鳴らし、大声で叫べ、そして言え。集まって、城塞に逃れよう。 城塞、つまりどこにですかシオンに向かって旗を上げよ避難せよ、足を止めるなと私は北から災いを、大いなる破壊をもたらす死死はその茂みを後にして登り諸国の民を滅ぼす者は出陣したとあります諸国の民を滅ぼす、つまり世界を滅ぼす者が出陣したと言いました このような状況になったら神様は足を止めずに「どこに行きなさい」と言われましたか「シオンに避難しなさい」と言われましたでは私たちだけが安全な場所を知っていてそこに行けばいいのでしょうか両親にも知らせ子供たちにも知らせ友達にも知らせて皆を救いの道に導いてあげるのがいいのではありませんか その場所がまさにシオンであり、シオンは神様がおられる場所です。なぜそこに行くべきなのか、その理由をはっきりと知ってから、そこに向かう神様の子供たちになるべきです。もう今は、私たちが目を覚ますべき予言の時になりましたね。マタイによる福音書24章42節の御言葉を見ます。42節の御言葉を見ますと。だから、目を覚ましていなさい。いつの日、 自分の主が帰って来られるのかあなた方には分からないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。イエス様は24章のみならず25章でも。 目を覚ましていいなさい眠っていてはいけないと何度も繰り返しておられます。私たちが目を覚ましていなければ世のさまざまな波に流されるしかありません。世の中ではこれくらいしても構わないのに。世の人々の基準では構わないかもしれませんが天国に行く人の基準で見ると不適切なものもあります。ですから、 私たちは目を覚まして、いつも、どこに基準を合わせるべきですか。神様の国に合わせなければなりません。世の人々の基準に合わせて、生きていくのではなく、神様の国である天国で生きていく人々の基準に合わせようと努力なさるべきです。24章45節です。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした。 忠実で賢いしもべは一体誰であろうか主人が帰ってきた時言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いであるはっきり言っておくが主人は彼に全財産を管理させるに違いないしかしそれが悪いしもべで主人は遅いと思い仲間を殴り始め酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする任された仕事をしなかったという意味です 新しい契約の子である私たちは新しい契約のために力を尽くしまた熱心に伝えるべきですしかしその任された仕事をせずすべきでないことをする場合50節ですもしそうならその下辺の主人は予想しない日思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し偽善者たちと同じ目に遭わせるそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう こんなことが起こるかもしれないので、天の父と天の母は、どうしなさいとおっしゃいましたか。目を覚ましていなさい。資料深く振る舞いなさい。私たちが今、どんな時代に生きているのかを知り、このような危機と危険が襲うときには、最も安全なエルサレム天の母の懐に入らなければなりません。 コアラはお母さんの背中に磁石のようにくっついて落ちないようにしますカンガルーはお母さんの袋の中にすっぽり入りますそうすればこれほど安らかな場所は他にありません幼い頃お母さんが外で洗濯物を干しているときお母さんにくっついていれば犬はおろかトラが来ても恐ろしくありませんでした こんな幼い頃の記憶が誰にででもあるでしょう天の母が私たちと共におられる理由がまさにこのためではありませんかだから私たちの周りの人々にもエルサレム天の母の存在を速やかに伝えてシオンに早く帰ってこられるよう道を大きく開いてあげる皆さんと私になりましょうそして天の母によって新たな力と勇気 霊的エネルギーを満たして福音を宣教するのにふさわしい天の家族たちになってくださるよう願います私たちは天の母がおられるので幸せです母が存在しない世界は命のない世界ではありませんか動物の世界でも植物の世界でも魚の世界でも 母が存在しなければその世界は命のない世界ですこれはどなたの御心ですか万物を創造なさった神様の御心ですこういう面で見てみると私たちは本当に幸いです私たちには天の母がおられるので幸せですどんな危機に瀕してもどんな困難に直面しても常に天の父と母に多く祈りましょう最後まで愛の道を忘れない 天の家族の皆さんになられるように願います以上で御言葉を終わらせていただきますありがとうございました